おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、自宅からの撮影となっておりまして、今日ね、なぜ家で撮影をしているのかと言いますと、このね、コロナ禍になってもうかなり売り上げがバコーンと伸びまして、知ってる方もね、大勢いらっしゃると思うんですけれども、百麺さんという、まあ、インターネットでね、あの有名店のラーメンを購入して、まあ、冷凍でね、もうお店の味そのままをご自宅で味わえるみたいなサービスを行っているサイトさんからね、ご連絡をいただきまして、なんかね、大食いの企画が始まったんですよ。二郎インスパイア系ラーメン、濃厚つけ麺、激辛ラーメンと最大15食まで、お願いできるらしいんですけれども、このね、3部門の中の決まった店舗さんのメニューを使って大食いの動画の撮影ができる企画が始まったそうでして、ありがたいことにね、今回のそちらの卓麺さんの大食い企画に参加させていただきまして、今日ね、僕が食べていきますのは、もう濃厚つけ麺といえばの大名店、富田さんのつけ麺でございます。本日はね、こちらのつけ麺7食分いただきましたので、1袋につき麺が 250g ということで、1750g だ。もうね、お湯の方はこちらで沸かしておりますんで、早速ね、調理に移りたいと思います。ひとまずですね、これ富田さんのつけ麺、麺とスープ入っておりますので、麺を茹でる前にスープから温めていきましょう。じゃあ一旦ね、スープをここ温めていきます。熱っ、熱い、熱いな。ちょっとね、この間にいろいろと準備をしちゃいたいと思います。2種類のチャーシュー本日は仕込みました。バラとロースでございますね。でどっちもね、温度帯を変えてるし、味付けもね、しっかり変えてるうまいチャーシューになっておりますんで、こちらをね、一旦仕込んでいきたいと思います。まずはこちらのバラ肉ですね。あー、うまそう。バラの方はね、やっぱり低温すぎると油がブリンブリンになりすぎちゃって、ちょっとね、食感が個人的には好みではないので、気持ちね、高めの温度で設定しております。続いてはこちら、ロースちゃんですね。ロース肉、うわ、うまそう。いただきます。今日用意してあるのは、あとね、このナルトでございます。こんなもんでいっか。あー、やっぱいるな。ちょっとね、緑が欲しいんで、たまたま我が家にありましたこの万能ネギ、みじん切りにしていきましょう。でこれでね、一通り準備終わりましたんで、そろそろね、麺の方も入れていきましょう。でもその前にね、痛風になった僕はしっかりとこのお水でね、尿酸値を下げていきたいと思います。そしたら一通りね、準備終わりましたんで、こちらの麺を全て入れていきたいと思います。一応ね、茹で時間は表記12分なんですけど、僕はね、半解凍してあるので、様子を見ながらね、炊いていきたいと思います。一旦ね、これ、ドライゼロでも飲んで、落ち着きますか。うまい。よっしゃ、麺の締め作業は OK ですね。でね、大食いだからボカッとね、大きいのに一皿移してもいいんですけど、綺麗に盛りたいなと思いまして、同じ丼をね、これいくつも揃えました。これでね、ちゃんとしっかり綺麗に盛ってね、見た目も美味しそうにしていきたいと思います。こんな感じでこれ麺線いかがでしょうか。あんまり綺麗じゃないけど、僕は素人なので。はい、こんな感じで4丼整えましたんで、トッピングをね、持っていきましょう。こんな感じでね、麺丼は完成いたしました。あとはね、漬け汁を鍋に移して向こうの部屋でね、楽しんでいこうと思います。ということで、ただいまね、作ったものすべてこちらに持ってまいりました。いやね、正直なところを言うと、思ったよりも多かったです。とりあえずね、出来たてをいただきたいので、早速ね、いただきますと。まずね、こちらの麺丼ですね。先ほどちょっとアップで映せなかったので、もうね、麺もね、ストレートで綺麗ですよね。ひとまずね、こちらの麺からいただきます。
香りがいいね。どうしてもね、ちょっと僕が準備に手間取ってしまったので水分を吸い気味にはなっちゃってるんですけど、もちもち感もすごいし、その分ね、やっぱりその小麦の香りがね、やっぱね強くなってて、うまい。そしたら続いてね、こちらの漬け汁入れていきましょう。漬け汁はね、こんな感じで、まあ、富田さんといえばの濃厚な豚魚のスープですね。じゃあこちら、スープにね、しっかり浸しまして。うわ、うまそう。うまーうまい。やっぱりね、最高にうまいっすわ。ね、濃厚な豚感と牛感、もうしっかりとね、もう一口目からバコーンって旨味がね、飛び込んでくる感じ、たまんないっすね。これだったら1食250だし、10食でもね、ペロリだったかもしれない。そしたらちょっとこれ自分でね作ったバラ肉、これうっつ白飛びしてるね。ちょっと見えないかもね。よし、いただきます。うん、あ、冷えててもうまい。うん、まずはね、こちら4分の1完食でございます。やっぱりね、一回小麦、この麺をね、冷凍させると、グルテンとかもなくなっちゃうので、実際ね、生麺とかで食べる時よりも、香りとかね、風味、味っていうのは変わってはくるんですけど、それでもね、十分美味しい。うん、むしろまたね、その分、淡水の香りとかも飛んではいるので、さらにね、食べやすい麺になっているかもしれない。うん。じゃあ、だいぶちょっとね、スープ、ぬるくなってきたので、こちらから、熱々を追加いたしまして。一味唐辛子入れてパンチをね出したいと思います。よっ、うん、またねこれ辛味が加わるとうまいんすよ。こういったね、豚魚のスープっていうのは基本甘みが強いので、後味にこういったピリッとした辛みがあると、なおね、よしです。僕は。うん。2皿目を完食でございます。よっ。でもやっぱりね、こういった通販もちろんね、美味しい、めちゃめちゃ美味しいんですけど、さらにね、お店行きたい気持ちが増しちゃうんすよね。これがね、たくめんさんの難点かな。もうお店欲がね、高まるっていう。
そしたらそろそろね、こちらの2本目も行かせていただきます。改めまして皆様乾杯と。やっぱこういうね、濃厚なもの、お酒好きとしてはね、このビール最高に合いますよね。やっぱ自宅だとね、この時期でも気兼ねなく、こうやってお酒とか用意してね、一緒に楽しむってことができるんで、これもね、醍醐味だと思いますね。大食いチャレンジなんですけど、やっぱりね、腹、まだ未だに4割いってるかどうかだから、大食いチャレンジなんだけどね、全然苦しんでないな。比較的に大丈夫かな。そしたら今ね、この3皿目は完食でございます。一応ね、今回のチャレンジに関しては漬け汁はね、残してもいいそうなので、とりあえずその漬け汁の中に入ってるこのチャーシューとかメンマの具材だけは全部取っちゃいますね。じゃあこのセットが最後ですね。なんかセルフで具材いろいろ増してましたけど、言うても結構な量になったよなこれ。この方式の食べ方いいわ。焦げないようにね、ちょっと火をかけてれば、少しずつね、このスープがさらに濃度増してくんで、最初に食べた時よりも、めっちゃ濃厚になってる。うん。でもこの大食い動画、楽しみすぎてさ、尺足りてる？だからずっと楽しんで食べてる気がするんだけど。ということで、こちらがですね、最後の一口でございます。うん。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、たくめんさんが開催している大食いのチャレンジメニューですね。富田さんのつけ麺7食、すべて完食いたしました。チャレンジでいいのかってぐらいね、やっぱりね、しっかりお店のメニューになってるので、美味しくてね、もっと足りない気がする。それぐらいね、美味しかった。またね、この大食いチャレンジ以外にも、もちろんね、たくめんさん、いろんな有名店さんのラーメン、たくさんね、販売しておりますので、皆様もね、ぜひたくめんさんから美味しいラーメン食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。